金沢地方裁判所は、石川県金沢市にある日本の地方裁判所の一つで、石川県を管轄している。略称は、金沢地裁、小松、七尾、輪島に支部を、鈴に出張所を置いている。金沢市に置かれている本庁に加え、小松市、七尾市、輪島市の三市に、地方裁判所及び家庭裁判所の支部を設置している。他、前期4カ所に、 鈴市の一箇所を加えた五箇所に簡易裁判所を設置している。また、金沢、七尾にそれぞれ検察審査会も設置されている。JR 金沢駅、東口バス乗り場3番及び6番の各乗り場から北鉄バス、または JR バスに乗車、県六園下停留所下車ただし、行政事件、各支部の合議事件、小松支部管内の執行事件は、本庁で、 和島支部管内の執行事件、少年事件は七尾支部でそれぞれ取り扱う。任期の後ろは5色2010年9月まで使用された、旧庁舎新庁舎の建設工事は2010年5月に着工した。工事に伴い、同年9月21日に北隣の仮庁舎へ移転して、地裁の業務が続けられた。仮庁舎は、軽量鉄骨3階建てで延べ床面積4000。 平方メートル、法廷は9つ設けられ、金沢地裁のほか、名古屋高等裁判所金沢支部、金沢簡易裁判所、金沢検察審査会を併設していた。新庁舎は2013年3月25日に業務を開始した。この庁舎は全面ガラス張りで石川県産のトムロ石を一部に使用し、第36回金沢都市美文化賞を受賞した。 鉄筋コンクリート構造地下1階地上3階建てで、延べ床面積1万3000平方メートル、法廷は16に増え、金沢地裁のほか、名古屋高裁金沢支部、金沢家庭裁判所、金沢関西、金沢検察審査会を併設した。東俣建築事務所が設計し、河野池組、栗原工業、なるせ電気工事、三立設備工業、非し工業、 日立製作所、松井建設が施行した。なお建設工事中には、作業員の男性1名が、コンクリートに埋まり死亡する事故が発生している。本庁管轄区域の内越中国伊水群及び、都並郡の小和祭島は、富山市新裁判所の管轄に入る。ありがとうございます。